の一番の強みや魅力について教えてください。一つは事業領域の広さかなと思っていて、一つの会社ってなるとそれこそ一つのことをやってるのかなっていうのを就活時代入社前はすごい思ってたんですけど、そういうところに対してこの会社の中で本当にさまざまなことをやっていて、一つの会社にいることでいろんな経験ができたりとか、いろんな知識を得られたりとかっていうところは本当にこの会社のいいところじゃないかなと思ってます。今言っていただいたみたいに事業歴の広さっていうのはすごく入社後感じていることかなと思います。というのも先日仲介事業から土地の情報が入ってきまして、そこに何を建てるかというところで、うちはマンションの計画部ですので分譲マンションのご提案ができるかなというところプラス、他の事業部であればテナントビルのご提案もできますし、また商業施設のご提案もできるという形で、うちの会社の中でさまざまな提案ができるというのはすごい強みだなというふうに感じていますし、大きな魅力だと思っています。で、逆に入社前にちょっと振り返ると、どんな仕事ができるか、どんな事業領域があるかっていうところと、同じぐらいどんな環境で働くかっていうところもすごく重要視してまして、というのもこれから先定年まで一番長く自分がいる場所っていうのは会社かなと思うので、その中でやはり就活を通して採用担当者の方の人柄であったり、非常に丁寧に接してくれるところ、これが非常に魅力的に感じましたし、先輩社員との座談会を通じてもそういう社内のいい雰囲気というのを感じれたので志望したというのが大きなところですね。働いてみて環境とかその人の良さとかってどうでしたか？仕事のことだけでなくて、プライベートでもこう話ができるような同期であったり先輩、またさらに上の課長クラスの方ともそういう話ができるっていうのは非常に風通しがいいのかなと感じています。すごい私も思っていて、会社で年の離れた方々ともいろいろコミュニケーションを取っていく中で、やっぱ最初はすごい緊張というかあまり慣れない環境で聞きに行ったりしたり教えてもらったりするのも緊張してたんですけど、やっぱり仕事で行き詰まった時とか仕事でわからないことがあった時とかも、いろんな部署の方に聞きに行けるし、もちろん周りの人たちもすごいサポートしてくださるし、会社としての雰囲気の良さだったりもすごい感じていて、それが近鉄不動産の一番の魅力かなっていうのをしみじみと感じてますね。やりがいを感じた時教えてください。私は入社してからやっぱずっと開発の部署にいるんですけど、会社としてまだノウハウのない事業というか、飲食施設の計画だったりホテルの計画だったりってまだそんなにノウハウがないというか、新規で参入していこうっていう事業だったり推進なので、やっぱり事業を進めるのが難しいというか、なんかどうやって進めていったらいいんだろうみたいな分からない時っていうのが結構あって、でそういった中でもやっぱり周りの社員さんに助けてもらいながら、ちょっとずつちょっとずつ進んでいく、で社内の了承も得て事業化するってなった時がやっぱり一番やりがいを感じますかね。この5月に今の部に来たので、それまではずっと教育研修担当として業務をしていたので、何か開発の部署と違って形として成果物が残るっていうわけではなかったので、やはりちょっとこう無形の感謝の言葉とか、そこが一番やりがいを感じたかなという、一番やはり思い残るのが新入社員研修かなと思っています。最終日に寄せ書きを置いてきてくれてありがとうございましたって思って、その瞬間は本当に感極まりました。やっててよかったなっていうふうに感じました。ハルカスってあんだけ大きなビルなん でしかもそこから何かを作るわけじゃなくて、価値を高めていくようなところで、後から口出ししていいものなんかなっていうのすごい思ってたんですけど、会議とかに出てみると若手の意見、今までなかった意見出してくれっていうようなことを言われて、さらにそれがどんどん形になっていくというか、それこそ不動産とか建物みたいに長いスパンをかけて作るものじゃないので、イベントとかで本当に1ヶ月とか2ヶ月とかそんなスパンで作っていくものなので、自分が何かしらを言って受け入れてもらえて、それがどんどん形になっていくっていうのをすごいスピード感を持って感じられる、やってよかったなっていうことをすごい感じられる。入社して一番苦労したことや失敗談を教えてください。今コロナが流行ってるっていうのがあって、かなりイベントとかもできないねっていう話があって、もう今年の夏とかにいろいろやろうとしていたこととかが本当に全てなくなってしまった。一番失敗で行くと、お客さんに配るチラシとかを印刷しようとして1000枚っていう風に印刷をかけたと思ったら1万枚で出てしまった
一番上にガーッて出てきてるのに全く気づかずに1、2時間放置をしてめっちゃ出てきてたみたいなことがあって、割と新入社員の時にやったんで、だいぶ肝は冷やしました中華事業部の教育研修担当していた時に、卓球をまだ持ってない社員の方々への支援というものを業務の中でやってまして、本番の1ヶ月前ぐらいだったと思うんですけれども、外部の宅建の講義を2時間程度のものを受けさせてもらった方で、中華事業部の営業職の皆さんに、通知を流してこの日あるのでぜひ行ってくださいという形で案内してたんですけれども、当日私自身もオブザーバーとして現地に行ってたら、ちょっと案内してた社員が来てないということで、どうなってるのかなというと電話しました。アルナさん、もう時間始まりますけど、どこにいるんですかって、今営業中です。え、その通知来てないですよ。でもそこでも冷やせかな、あの通知からお金先漏れてたってなりまして、コロナが変化してから計画してた飲食施設だったり、事業全体がやっぱり新しい時代になるっていうか、今までとはコロナによって時代とか生活様式とか変わるっていうので、もうコンセプトとかがらりと変わってしまったりとか、今まで積み上げてきたこととか進めてきた事業とかが一気にトーンダウンしてしまって、数かけて積み上げてきてやっと進んできてって言った事業がタイミングによってはそういったこともあるっていうのが、事業の難しさだなっていうのはすごい感じました。やりがい感じると同時にやっぱりすごい難しいなっていうのは日々感じてます。本当にこれからどうなるかも分からないし、ね、もう議論してても誰も正解が分からなくて、業務が終わってから、もしくは休日の過ごし方について教えてください。車が大好きでして、1年目の終わりの2月に、中古ではあるんですけど、車を買いまして、それから毎週のようにもう車でドライブをしていまして、結構車内だと年中の上の方、結構車好きな方が多い。先日も同じ部署の課長と、でまたちょっと別に一緒にどうかと思って、車買わなかったんだけど、ちょっと金がたまったらちょっと教えてください。私もコロナ前はその旅行とかが好き、社会人になってからも、自分の体調管理とかもしつつ、もう好きあらば旅行行くみたいな感じをしてました。今資格学校に通ってちょっと日々勉強してる。学生時代から僕はバスケットボールやってたので、体を動かすの結構好きなんで、最近自転車を買いまして、クロスバイクを買って、ちょっと体を動かさないとどこで発散しようかなってなった時に、ちょっと自転車を漕いで海なんか見に行ったりとかすごいキャリー、もう本当に20〜30キロぐらいとか行ったりとか、体動かしたり、時間とかも結構取れたりするので、本当に休日はそんなことをしてますね。今後の目標について教えてください。大学時代に建築を勉強していたこともあって、最初は配属されたのがそういう技術系のチームだったので、建築の知識も学ばせてもらって、で今は計画のチームにいるので、技術的なことを分かった上で計画もっていう風に、両方しっかりできるような社員になりたいなって思っているので、行政の方だったり社外の方だったりと対等な立場協議ができるような一人前の社員になりたいなと思っております。一つのプロジェクトに対して1から10まで携わっていければなというふうに思ってますけども、結構他社さんの多くは幼稚取得チームで、幼稚を取得してからも事業推進チームというのが分かれてまして、それに対して近鉄不動産はマンション事業部の計画部が幼稚を取得してからそこに何を建てるかというその事業推進まで全てをやってまして、魅力というか醍醐味、面白みを感じれればなというふうに思ってまして、あれのハルカスっていう本当に多分日本一のビルなんで、貴重な経験をさせていただいている中で、それをその中で収めてしまってはいけないかなというふうに、いろいろやってる会社だからこそ、いろんな知識を持った人間になっていきたいなというふうに思ってます。で、あわよくばなんですけど、さらに超えるような日本一高いビル近鉄不動産で建てていけたらいいのかなというふうに思ってます。素晴らしいありがとうございました。ありがとうございました。